中盤ぐらいから行えるレベル上げと金策の方法を紹介します。やり方は前作の風化雪月に続いて今作も回避構成で待機するだけです。構成は回避系の刻印をつけた雷の剣と継承スキルの回避タスを装備して回避110を目指します。回避は速さから装備の重さを引いたものを2倍にした値が回避になります。つまり速さが重要になります。あとは回避プラスのスキルですね。スキルは知器がいれば勢力のカゴをセットしてマルスから回避プラスのスキルを習得しましょう。回避は110あれば十分足りると思います。難易度は経験値のマイナス補正がないノーマルを想定しています。ハードでも余裕はありましたがルナティックは確認していません。ルナティックだと経験値が 0.8 倍ほどになるので稼ぎプレイではノーマルが優勢です。今回は回避が足りないキャラも同時にレベル上げします。回避が足りないキャラは後ろで杖を振るだけです。杖で使うのはアイスロックです。たくさん買っておきましょう。準備ができたので開始です。と言っても待機させるだけですが、まずは回避が足りていないキャラをアンチに移動させてアイスロックを使います。商売開始。そしたら回避構成のキャラを前進させて待機するだけです。隠密スタイルでカムイの戦略を使えばさらに回避が上がりますが、やってみせます。回避が十分足りているので普通に待機するだけです。射程位置から2の雷の剣は魔法属性なのでほとんどの敵を倒せます。力が十分あれば物理でも重装スタイルを倒せますが、雷の剣は射程の面で優秀です。雷の剣つける刻印は回避タスに10以上のものがおすすめです。威力が低くてもこちらに当たらなければ勝てますからね。あとは同じことの繰り返しです。戦闘アニメーションをオフにしてスタートボタンでカットしましょう。敵の勢力のカゴがあるとないとでは限界値に達するまで大きな差があります。DLC を購入した人には嬉しいですが、購入していない人は頑張らないとです。忘れていましたが、回避が足りていないキャラにはミカヤの指輪を装備しましょう。杖が使えるようになります。仲間がダメージを受けていればエンゲージ技で回復させます。解説することがなくなりました。 A によってブログでも解説しているので、足りない部分はブログで補足しています。次は金策の方法です。やり方はレベル上げとほぼ同じで、回避構成のハンナでひたすら待機するだけです。ハンナの一攫千金は幸運に依存するので幸運も上げましょう。クラスはソードマスター、指輪はベレトがおすすめです。私のアンナはまだ育ちきっていないので幸運が40もないですが、スキルと合わせて60ぐらいになると時給で10万以上稼げます。
の遭遇戦は主人公を外すことができるので、レベル上げも基本一人でやるのがおすすめです。同じなので以上です。